警視庁と埼玉県警合同捜査本部は13日朝、未成年者誘拐と殺人死体遺棄の疑いで宮崎勤26歳を東京地検に身柄送検しました。ここは恐るべき幼女誘拐殺人犯宮崎勤26歳の自宅です。野本彩子ちゃん誘拐の運命の日6月6日、宮崎は父親の経営する印刷所で午前中だけ仕事をしていたようです。そして午後になりまして、愛車の紺色のラングレーに乗って犯行ドライブに出かけました。車の中には宮崎のロリコン願望を増幅しまた満たしてくれる愛用のカメラがありました。自宅を出た宮崎はその日所持金が少なかったため高速道路を使わず下道の青梅街道を走り、新宿から皇居前銀座を経由して犯行の場所となります江東区に入りました。こちらは有明テニスの森公園です。午後の4時ごろ宮崎はこの公園内に着きました。すでに過去4回この公園に来ております。目的はテニスプレーをする若い女性の太ももから腰のあたりに照準を合わせて写真を撮るというもので、ここのテニス公園は非常に広くて、こちらに案内図がありますが、全部で48面余りあります。これを一つ一つこう女の子を探して歩くというとかなり時間がかかるんですが、本人の供述によりますと、その日は休園日だったのでどこか他へ回って女の子と遊ぼうと思い、6時近くなってここを後にしていきました。この宮崎の言う女の子と遊ぶということはすなわち幼女の誘拐ということになるわけです。幼女に異常な執着心を持つ宮崎は彩子ちゃんの住む江東区東雲2丁目の団地に向かいました。その頃彩子ちゃんはお友達のところにプレゼントを届けに行っておりました。6月6日午後6時ごろ、殺害されました野本彩子ちゃんと異常犯宮崎勤が運命の出会いをします。友達の家にプレゼントを届けた後、彩子ちゃんはこの自分が通っております保育園の前に立っていました。ここで出てきた先生とさよならの挨拶をします。これが彩子ちゃんの最後の目撃談となります。その後彩子ちゃんはこのすぐ横の階段を降りて道路の方に向かって歩いていきました。その時にすでに車で止まっていた宮崎が声をかけます。写真を撮ってあげるから車の中においで、言葉巧みに彩子ちゃんを車に乗せ車を発進させていきました。彩子ちゃんを車の中に誘い込んだ宮崎はその後団地の外郭をゆっくりと一周します。おそらく彩子ちゃんを自由自在に扱える誰の目にもつかない場所を物色していたのではないかと思います。車は誘拐現場から4号棟の脇を左に折れます。そしてそのまま直進し彩子ちゃんの住んでいる3号棟と2号棟の裏の道に入っていきました。そして彩子ちゃんの住んでいる3号棟の裏側の道に入り、3号棟、2号棟とその裏側の道を直進していきました。彩子ちゃんにとってはいずれも馴染みの深い自分たちの遊び場の近所なんで全然心配はしなかったんではないかと思います。そして公園と東雲小学校の間の道を右に折れます。1号棟を右手に見まして、そのまま直進していくと殺害現場になります工場があります。その工場の手前で車を止めました。ご覧のようにここまで来ると夕方ともなればほとんど人通りもなく完全なエアポケットの状態です。車は黒のフィルターが貼り付けられたり、外部からはほとんど覗き見ることができない状態になっておりました。車が止まったところは右手が土手、そして左側が工場になっています。宮崎は前方と道路側だけを注意していればよかったわけです。車が止まってから宮崎はカメラを取り出し彩子ちゃんに向けて数回シャッターを切りました。この時にはフィルムが入っていなかったそうですが、その時に宮崎は幼い頃から右手が不自由で思うように動きません。そのことを彩子ちゃんが指摘をしました。その言葉に著しくバカにされたと思い、彩子ちゃんの首に向かって手を伸ばし一気に締め上げて殺害してしまいました。誘拐してからわずかに20分しか経っていませんでした。彩子ちゃんの遺体を車に乗せ自宅に帰ってきた宮崎は彩子ちゃんの遺体をすぐに自室に運び込みました。そして恐るべき切断作業に入ります。何種類ものノコギリ、ナイフなどを使って手足、首などを切断してきました。検視の結果によりますと、まず最初に首を切断したようです。そしてその後足首のあたりを
紐で縛り、家畜のように逆さ吊りにして血抜きをしたように見受けられる形跡が残っております。さらに切断した胴体を正座させ数日間部屋の中に置いていた形跡も見られます。誘拐から4日後の10日の日、胴体をまず飯能霊園の公衆トイレ脇に投げ捨てました。さらに頭部を奥多摩の杉林の崖下に捨て、そして裏の山中に手足を捨てたと自供しております。自供によると、誘拐から3日間自分の部屋に彩子ちゃんの遺体を置いといたが、腐敗臭がしたため切断したと話しておりますが、検視の結果では誘拐した6月6日の夜すぐに切断したものとみられており、大きな矛盾点が浮かび上がってきております。さらに発見された頭蓋骨は土の中で自然に腐敗し、皮膚が落ちたのではなく、薬品などを使ってまるで標本のように磨いた跡があり、下顎も人為的に外されており、単純に投げ捨てたものとは思えません。宮崎は別件の幼女強制わいせつ未遂で逮捕される直前まで野本彩子ちゃんの頭蓋骨を保管しており、その後の調べで彩子ちゃんの髪の毛をカミソリで剃り落としたことを自供しております。もし事実とすれば、明らかに死体愛好の異常な性格がうかがえます。主だったところをちょっと説明したいと思いますが、まずテニスの森公園が閉園だったと供述しておりますが、その日は9時から9時まで空いております。これは閉園だったのでやむなくターゲットを彩子ちゃんに向けたと匂わし、計画的な犯行ではないことを暗に強調しているように思われます。それから切断の日が殺害から2日後と言っておりますが、検視では殺害から3時間余りと見られております。凶器についても単にノコギリと言っておりますが、骨の切断面などが非常に滑らかなところから、目の細かい金の子ではないかと見られております。また昨日の検察官の調べに対しては、6月9日秋川のあたりに凶器を捨てたと言っておりまして、これでもまた話が変わってきております。また頭部も髪の毛を剃りそのまま捨てたと供述しておりますが、下顎を外した上磨き上げた跡が残っており、かなり曖昧に食い違いが出ております。宮崎が再逮捕されてから3日目の暑い朝を迎えた五日市町の 宮崎の実家前です。家の前にはパトカーが24時間止まっておりまして、そばに近づくことはできないんですけれども、家族は中にいるということなんですが、先ほどそばへ寄ってみたんですが、カーテンが閉まりっぱなしで人の気配は感じられませんでした。そしてこの前面の母屋、前が母屋になっているわけですが、その真裏に離れがあります。そこが凶行の行われたおびただしいビデオの詰まった宮崎の部屋であります。そして当初、手足や凶器のノコギリを捨てたと自供した裏山というのは、こちらの方、実は裏山というより家から見たら表側になるのではないかというこの山なんですが、これは御嶽神社の祀ってある御嶽山という山であります。しかしここを捜索したんですが、何も出てきませんでした。そして先ほどの話の通り、宮崎の自供は2点3点と変わりまして、今日はその新しく秋川の方だとか、それからサマーランドの方だとかというふうな自供に基づいて、そちらの捜査を重点的に行うということであります。今日も30度を超しそうな五日市です。はい、現在の宮崎宅の様子ですけども、石山さんにリポートしてもらいました。さて、その宮崎という男なんですよね、一体どういう環境でどういうふうに育ったのかという、どういう男だったのかちょっと知りたいわけなんですけども、それは高瀬さんにリポートしてもらいました。はい、宮崎は幼い女の子を見ると自分を抑えられなかったと話しているように、幼児への異常な興味を持っていたわけですが、26歳にもなって父親をパパ、母親をあーちゃんと呼んでいるわけですが、こんな青年が一度も外泊もしたこともありません。その青年が犯罪史上まれに見る猟奇的な殺人事件を犯すに至るまで、宮崎の生い立ちをたどってみます。宮崎は東京都西多摩郡五日市町に生まれました。父親は印刷業を営む傍ら、ローカル新聞を発行する地元の名士的存在でした。
宮崎は無口でおとなしく、道で近所の人に会うとお母さんの背中に隠れてしまうような引っ込み思案の子供でした。一男二女の長男として生まれ育った宮崎は、小遣いは欲しいだけ与えられ、部屋にはおもちゃがあふれていました。そして専用のテレビもあったのですが、宮崎の家へ訪れる友人は少なかったのです。この五日市中学時代の宮崎は成績は上の下、クラブは陸上と将棋部に所属していました。しかしあまり陸上の方は得意ではなかったようで、かけっこなどはいつもビリでした。その代わり将棋や絵を描かせたら右に出る者はいないくらい上手で、みんなに褒められては得意になっていました。それでなくても無口でおとなしい宮崎だったんですが、このみんなに褒められる絵や将棋を描くことを取ることで、その性格はますます内にこもるものになっていったように思われます。宮崎は通信教育で空手を習っていたんですが、友人たちがそのことをからかいますと、それじゃあ手刀で机を割ってみせると言い張ったんです。結局机を割ることはできなかったんですが、友人が止めるのも聞かず、ムキになって机を叩き続ける宮崎を、周りで見ていた友人たちは気味が悪かったと話しています。新聞見てあんな変わったかなと思って、うちの母さんもね、変わったなって言ったんですよね。もう高校からはね、行ったり来たりしないから、もう随分会ってないから、あんなに変わったのかなって。例えば具体的に昔は本当にこう大人そうな顔ですね。それが可愛いね。あんなに変わったのかなってびっくりしてたんですけど、私の知ってるつとみちゃんはね、どうしてああやって変わるんでしょうね。手が不自由っていうふうにね、なんかこう、私も全然子供会とか言って、はい、この水産にね、出た人もそういうことは気にならないし、近所の人もそういうから聞いたこともないし、和明一緒に遊んでてもそういうことは気にならなかった、知らなかったっていうんですけどね。いろいろ手がこう回らないわけですか。これまで引かないです。右手は左手はまあこういくんですけど、右手はこれまでこっち行かないです。これができないです。手のひらが動かない時代です。こうはなるんだけど、これぐらいまで行くんですけど、これこっからこっちからこっちに行かないんですよね。はあ、ただそれを気づかれたのは、はい、いつ頃になりますか。小学校の終わり頃か中学の始め頃だったと思うんですけど、はあ、ただ彼は、はい、生まれつきだという話ですか。その時気づいて、それあの なんでこの、あのスプーンの仕方が変だったんです。こうやってなっちゃう、スプーンを、まあそうそう、スプーンって大体こう持つもんですけど、はい、からこう持つんです。こう、これはなんか、まあ、自分としては文字から変だなと思ったので、それで聞いて、それで聞いたら、いつもよかれだってことを聞いたら、生まれつけたってからことなんです。高校の時からは別個でしょ。別です。7年ぐらい経ってますね。なんか変わってました、やっぱり。変わってました。どこら辺が特に変わってましたですか。まあ、付き合いにくいって言ったらいいんですが、まあ、金銭的にも決心が、まあ、その頃、まあ、22、23というのは、まあ、多少思ったり思われたりもすると思うんですけど、まあ、彼は自分の方から水に浮きるのが嫌がるっていうんですか、こっちはまあ思っても彼から思ってもらうことは少なかったですからね。地元の公立中学から宮崎は、都心の中野区にあります明治大学附属中野高等学校に入学しました。中学までは成績の方はかなり良かったようですが、高校に入りますと普通くらいになりました。お友達の話では、国語社会が苦手で英語と数学が得意だったようです。クラブ活動もせず、3年の時にショートテストの世話をする国語委員を務めたのが目立つ程度で、アニメージとかアニメリアとか全部、じゃあアニメ関係の本ですか。はい、買い方としてはよく皆さんにそれって言われるんですけどね、買い方って普通ですよ、これくださいって。全然これくださいじゃないです。ただレジのところに持ってきて、はい、お勘定してお帰りになるだけ。黙ってお勘定、おとなしいって方、はい、本当に無口な方ですから、もうそれしか言うことないですね。何にも特徴ないんです。ただおとなしくて、全然、いつもね、荷物を開くときが9時半にお店開くんですね、はい、うち、はい、
って一緒に荷物開いて並べるでしょ。その時にはもうすでにいらして、もう発売日を知ってるからさっさと自分で持ってレジのところに。高校を卒業した宮崎は、周りは皆4年生大学へ行く中、自分は家業の印刷業を継ぐため、この東京工芸大学短期大学部画像技術科に入りまして、グラフィックアートコースで製版や印刷技術の全般を学んだんです。無口で小柄、酒もタバコもやらない宮崎は、ほとんど友人を作らなかったようですが、周りの人たちにはネクラで非常にとっつきにくい男という印象を与えていました。そうですね、おとなしくて目立たなかったですから、あと休みがちでしたね。ちょっとね、休みなんか本読んでいたんじゃなかったよく。そうだね、一人の方が多いの多かったですから。やっぱアニメが好きだったんだろうか。そうですね、アニメとアダルト。遺体を切り刻んで捨てるという残虐で猟奇的な殺し方は、宮崎の部屋を埋め尽くす2000本以上のビデオの中のギニーピックシリーズ悪魔の女医さんを参考にしたものと言われます。宮崎はビデオを見るだけに飽き足らず、とうとう自分が演じるようになってしまったのでしょうか。やっぱりアニメで、夢中ですからね。結構もしそれでそういう趣味を生かして自分が身を立てたいと思うならばね、その道を進めなさいとね、私は決してうちの仕事を継げっていうことはね、放出しないから考えるよって言ったら、これは趣味だというような形でやってるんですけれども、とにかくそれがあるためにね、仕事もなかなか落ち着かないことは落ち着かないな。事件を起こす一瞬間前に、お前はもう年も年なんだから、友達をみんな結婚してんだから、もうこの2、3年のうちに、結婚して、それから支店で独立するよと、支店を出してやるからよと言ったんですがね。どういった反応って言ったら、なんかおっしゃってます。いやー、黙って聞いていたんですけどね、断定された野本彩子ちゃん殺害から今野真理ちゃん、難波恵梨香ちゃん、吉沢雅美ちゃんの事件との関連は果たしてあるのかどうか、一挙に同一犯視するのは非常に危険です。危険ではありますが、今それを関連づける状況証拠、証言が山積みされております。まず第1点は、今野真理ちゃん宅に届けられた特殊な段ボール箱、宮崎はこの段ボール箱と関係があったのかどうか、そして犯行に使用された謎の車と宮崎の愛車ラングレーとのあまりにも大きすぎる一致点、さらに目撃された中年男と犯人宮崎のあまりによく似た類似点、そして犯行声明文、告白文に作成に使用されたと思われる印刷コピー機材、そしてそれら告白文と宮崎の文章のあまりによく似た筆跡、これらの不審点を細かく分析していきます。段ボールには黒猫大和の宅急便の荷札を剥がした跡がありました。捜査本部では半年間に上る約2万2000個分の伝票を調べ、その裏付け捜査を急いでおります。こちらは、犯人の宮崎が住んでる五日市の方の宅配ってのはやってるんですか。一応この辺が地域になってまして、西多摩郡とあと羽村秋川の方面も地域になってますので、警察の方ではここを経由して行ったんではないかということで伝票をいろいろなんか調べたりしたっていうふうに聞いてますが、本当ですか。一応何枚か調査のためにこちらが引き上げまして、今調査中ですので。マリちゃん宅に送られてきた段ボール箱は K ライナーという特殊なものだそうです。この段ボール箱は工学機械などを詰める目的に使われることが多いようです。果たしてこの犯人宮崎にこの特殊な段ボール箱を送る人物が存在したのでしょうか。その後の情報によりますと、関東地区に住むビデオ仲間の兄弟が宮崎に宛ててビデオテープを詰めて段ボールを送ったと証言しております。その段ボール箱がまさに長さ36センチ、幅28センチ、深さ16センチ、マリちゃん宅に送られたものと同型と判明しました。この段ボール箱は今野マリちゃんの事件と宮崎を結ぶ大きなパイプとなります。もう一度パターンで説明したいと思いますが、
関東に住む、ビデオ仲間が、宅配便経由で宮崎に特殊な、段ボール箱を送っております。その箱と、犯人がマリちゃん宅に送った、段ボール箱とが同種類であったということで、これまで点線だった、この部分が実線となる可能性も出てきたということです。うーん、なるほどね。ここは南波エリカちゃんの遺体が発見されました名栗少年の家のすぐ下の土手です。その脇に一本のこういう道路が走っておりますが、エリカちゃんの遺体が発見される数日前の12月9日の深夜、この道路脇の側溝に1台の車が脱輪し立ち往生して非常に困っておりました。たまたま通りかかった車の会社員2人がこれを手助けし、その車の持ち主はこの場を立ち去りました。その車の男こそまさに南波エリカちゃん殺害の犯人ではないかと言われておりましたが、当初この会社員2人は脱輪していた車はトヨタカローラ2と証言しておりましたが、今となっては深夜であり暗くて車種までは断言できないと、その証言が変わってきております。しかしながらこの2人は脱輪を手助けする際にその車のナンバーを八王子55の三桁としっかりと記憶し、そのナンバーは逮捕されました宮崎のラングレーのナンバーと一致をしております。さらに脱輪した際にこの側溝のコンクリートのところに小さな S 字型のタイヤの跡が残っておりまして、その後の捜査の結果このタイヤはノーマルタイヤで、逮捕されました宮崎のラングレーのタイヤと同一種類ということが判明しております。さらにこの2人の会社員に宮崎のラングレーなどをよく見てもらったところ、1人は車に乗っておりますのでボンネットの形、ハンドルの形、ギアの形など非常によく似ているというふうに話をしております。その夜脱輪していたのはトヨタカローラではなくてラングレーであった可能性が非常に高くなってきております。名栗のお前来て、ここ行くときに1週間ぐらい前に友達と一回行ったからって言って、道知ってるからって言うんで、じゃあそこ行こうって言うんでそこ行ったんですけど、そして年が明けて1月になりまして、宮崎はこの修理工場にラングレーを修理に出しております。その時はバンパーが外れて針金で吊り下げてあるような状態でありました。この傷は一体どこでついたんでしょうか。友人には何者かに傷つけられたと話をしておりました。そしてさらにその頃、名栗少年自然の家のこの正面玄関のスペースのところに紺色のラングレーが駐車していたという新たな目撃証言も出てきております。そして脅迫文告白文作成に使用された機材があります。犯行に使われたコピー機は紙のトナー黒い粉からキャノン社製の NP シリーズと断定されておりますが、宮崎の自宅にはキャノン NP3225 など2台のコピー機があり、このうちいずれか1台を使用したものと見られております。送られてきた文書は印字スタジオコピー機にかけ、さらにイメージスキャナーにかけています。このイメージスキャナーにかけると印字自体の精度が落ち、最初の文字と明らかに変わってきます。犯人宮崎の自宅にもこのイメージスキャナーがありました。再び宮崎の自宅前です。その後の捜査で重大な新事実が浮かび上がってきております。この宮崎の敷地内から直径約1メートルの大きなヒューム管が発見されました。その中で何かを焼いた形跡が見受けられました。ヒューム管内に残っていたのは繊維状の細かい燃えかすと骨片が数片ありました。発見されていない野本彩子ちゃんの手足を焼いたのか、あるいはそれ以外の人の骨を焼いたのかとも考えられますが、段ボールに入れられて届けられた今野真理ちゃんの遺骨、歯などとの関連があるのかどうか、鑑定を急いでおります。